皆さんどうもこんにちは、ニーとそうと申します。それでは本日はこの世界の遊び大全51を使ってですね、皆様を学校一、職場一のお城自慢、オセラーにしていきたいと思います。ちなみにですね、オセロが強くてもモテません。そもそも私は一緒にやる友人も恋人もいません。はぁ、死にた。それではゲームスタート。設定はですね、もちろん相手は CPU、 理由は一緒にやる友人も恋人もいないからです。そして強さがですね、一番上のやばいですね。何がやばいか分かりませんが、とにかく強さはやばかった。はい。僕もね、5回くらい負けたんで。で、ここめちゃくちゃ大切なのが先攻と後攻です。どうしても何があっても先攻を取ってください。オセロはね、だいたい先攻有利なんで。はい、ということで、まず一つ目のポイント、必ず先行を取るということです。これはもう何をしても土下座してでも先行を取ってください。ということで、ここまで準備ができたらやりましょう。でですね、続きまして、二つ目のアドバイスです。二つ目のアドバイスとしましては、オセロには定石というものがございます。で、その定石にはウサギ定石、トラ定石、牛定石というものがございますが、私はかっこいいので、名前がかっこいいという理由だけで、この真ん中のトラ定石というものを使わせていただきます。はい。もう浅はかな理由ですね。で、この定石が何かと言いますとですね、もうやったらいけない手を打たないようにするためのものです。ですので、したらいけない行いをしないようにするためのものです。例えばなんですけど、彼女とデート、初めての女の子とのデートの時に、最初のご飯、昼ご飯や晩ご飯を、サイゼリアにするというようなものですね。はい。で、ちょうどよくね、今、白色がですね、間違った手、定石から外れた手を打ちました。本来ならば、こことここ、この2箇所にですね、打つべきだったのですが、間違えて打ってしまったということで、もちろん咎められます。あんたともう二度とデートしないんだから、もうこの時点でもう白色は積んだと言っても過言ではございません。はい。ですので、スマートにね、スマートに女の子をエクスコートするためにですね、正しい手順を踏みましょう。で、そして3点目、3つ目のポイントです。ここから頭を使っていってください。それで3つ目のポイントというのはですね、解放度でございます。専門用語になるのですが、そこに置くと相手の手数がどれだけ増えるかということです。例えばここに置くと解放度というものはこうなります。で、ここに置くことによって相手がどこにどれだけ置けれる場所が増えるかということでございますね。なので、できるだけ相手の置ける場所を少なくしていく、そして手詰まりに追いやっていくということに、ということで勝っていくのがオセロですので、大体そうですね、なんと言うんでしょうね、まあ解放度だけ計算しとけば、まあ中盤はどうにかなるでしょう。はい。まあなんと言いますかね、まああれですね、その女の子を誘う時もですね、できるだけ断りにくい理由とかをね、用意して相手に断られにくいようにどうにかするっていう戦法ですね。ちなみに私はね、偏方性の定理とかを使っておりますね。はい。偏方性の定理っていうのは、何かね、相手に恩義を感じたらですね、自分も何か返さないといけないと思うっていう心理でございますね。でですね、ここで初めて角が取れます。で、この角は取ってもいいですね。で、考えないといけないのが、その型の置き方です。型の置き方によっては置かない方がいい手もあるので、そこら辺はまた後ほど機会があればご説明させていただきます。例えばこの手、あまりこの手っていうのは負担は打たない方がいいんですよ。まあ今回は打つんですけど、それがなぜかと言いますと、さっきここに置いた時にですね、端に置いた時に、もしここが取れるようでしたら、白色がこのままここに置かれてですね、端っこまでひっくり返されるので、次の手まで考えて大丈夫そうだったらここに置きましょう。ですので、早めにここを埋めますという感じですね。あとはですね、相手の次の手、相手の解放度まで考えて置いていけたら、少しスムーズになるのではないでしょうか。ということで、相手は手詰まりでございます。もうここら辺でね、だいたいチェックメイトは見えてくるのではないのでしょうか。もうどういう文句でね、相手をね、夜のホテルまで誘うか、もう道筋は見えました。あとはもう適当に置いていくだけでございます。あとはもう感じのいい、体のいいセリフをかけてですね、まあホテルに誘えばですね、相手は勝手に落ちていくということで、チェックメイトでございます。
はい、私の勝ちということでね、 You lose。 なんで負けたか明日までに考えてきてくださいということですね。でこれでね、このことさえ意識していただければね、この3つです。まず先手を取るということ、これ一番大切ですね。先手を取るということと、二つ目は定石を守るということ、定石を守るということですね。そして三つ目、解放度を考える。この三つができましたら、あなたも明日からオセロマスター、オセラーということでね、頑張ってください。ということで、私の早めのクリスマスプレゼントになりましたが、皆様にオセロの必勝法をお伝えいたしました。でね、皆様もしかしたらクリスマス、プレゼント交換する相手、恋人や友人いないんじゃないんでしょうか、もしかしなくてもいないんじゃないんでしょうか、ということで、ね、私とプレゼント交換しましょう。私はオセロの必勝法をプレゼントしましたよね。ということで、皆様は私にチャンネルの高評価と登録をプレゼントしてくださいということで、お後がよろしいようで、ニートストでした。バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。この動画面白かったよっていう方はですね、ぜひ右下の方からチャンネル登録よろしくお願いいたします。左下の方からね、他の動画もありますのでよかったらどうぞ。でね、もっともっと気に入ったよっていう方はですね、ぜひ友達や知り合いに布教してみてください。あ、すいません。友達いらっしゃらなかったですよね。申し訳ないです。